今日総理の答弁の中でですね、過度に圧力を恐れるあまりという表現がありました。何を根拠にそういうふうにおっしゃってるんでしょうか。実際私は確信しているからこの場で述べているんですよ。会場における対応もそうですし、領空あるいは防空識別圏における対応もそうですが、これも含めて全面的に対応を見直しをし、そしてしかるべき対応に変えたわけであります。中国の軍と日本の自衛隊が必要以上にこれが対峙することになれば、それはいろんなことが起こりうるということは考えて、我々一つ一つの判断をしてきたことは事実です。そのことを民主党政権が過度に圧力を恐れるあまりとかですね、そういう感情的な表現は私は使うべきではないというふうに思います。これは感情的ではなくてです、申し訳ないんですが、これは事実をファクトを述べているわけであります。中国に対してかつての政権がやっていたこととはいえ、これは手の内を明かすことになりますから、あえて申し上げていないわけでありまして。